我觉得像我们一开始都不太会觉得说吃要怎么样吃，那经过有中心来这个教导我们说，哎，你的营养是要怎么均衡的摄取之后，让选手有了解到这个基本的概念，那你当然会想知道说，哎，平常我要怎么吃，在不同的训练时期的时候我要怎么吃，我觉得其实蛮有趣的。ちょうどリオオリンピックの前ぐらいからバドミントン競技、日本代表のバドミントンに味の素さんがサポートしてくださるようになって、そこからまあ商品提供も含め、その現地での食事であったり、その摂取の仕方っていう、こういうサプリとか補食だけではなくて、実際の食事からの栄養摂取という面でもすごく意識的に変わるようになりまして、オーストラリアだったりヨーロッパの試合はお米がなかなか取れないので、お米が取れない分は自分たちでちょっと調理家具を、あ、家電を持ってってが取れるようにっていうレシピとかもこういろいろ教えてもらいながら、そういった食事に関しての意識っていうのはすごく変わりました。きっかけ、気づきを与えることなんですね、味の素がやってること。選手が自分たちで気づいて、それを選手がやらないとダメです。最後は毎日の食事が大切なので、1回の食事で体が大きくなるわけではないですよね。とだから僕らがやってることは、味の素がやってることは、選手に気づいてもらうことです。練習と一緒ですよね。其实在平日的饮食之外，像我们现在中心有这个 amino vital 的这个像氨基酸啊、肌酸这些来融入在我们搭配我们的训练，对，来训练上。那不管是在比赛前，或者是比赛中，或者是比赛后的这个恢复，我觉得这个我自己是明显的感受到说这个有差异的。まあ母が栄養士だったので、一応なんとなく食事の面ではこう、まあ、バランスよく食べるっていうのはもう当たり前になっていて、でもアミノバイタルに出会ってから、その練習前、練習中、練習後に何をこうどのタイミングで摂取するのかっていうのはすごく最初はしつこいぐらい言われていて、その重要性っていうのは全然分かってなかったんですけど、でも実際怪我をするタイミングとかって、正直膝を怪我してた時はアミノバイタル取ってないですし、まあ、そういったところからすると、あ、なんかそういったところは必ずつながってくるのかなっていうのは思ってます、はい、例えば空手なんか聞いた時は、空手って1日に3、4試合やるんですよ。で次の日が準決勝で決勝、2日間で5、6試合やるんです。そうすると食事がその4試合の間取れない。で食事取れないとすると集中力が切れちゃって、空手ってやっぱり瞬間の勝負なので、集中力が切れないように、例えばこの赤いアミノ酸のアミノバイタルのジェリーを飲んでみるとか、そういう説明してます、アミノバイタルっていうのはリカバリーに非常に効くっていうのが、一部のトップアスリートは世界中の人が今知り始めてるんですよ。それを本当にトップアスリートっていうのは、ちょっとの差で少し休めたかとか、トレーニングがきちっと疲れが取れてるとか、そういうことで金メダルと銀メダルの差が争うところなので、これはもともと日本の本社の方で始めた考え方でありまして、まあ選手に対して栄養のサポートをすると、栄養のサポートで大事なのは、本当はその食事をきちんとするということですね。食事習慣をきちんとする、栄養がきちんと取れる食事をするというところ、ここの教育をまずしっかりとして、選手の皆さんに食事で栄養をちゃんと取っていただくことを前提として、我々のアミノバイタルを提供するということを皆さんにご理解をいただきながら、